フィアット2000はイタリアの重戦車でイタリアが開発した最初の戦車である。1917年にフィアットにより計画され、1917年に1両、1918年に1両の計2両が試作された。開発にはフランスから購入したシュナイダー CA1 が参考にされた。2両の試作車両の完成は、砲塔の形状やハッチの配置、 装甲の配置の検討などのために延期されていった。50両が発注されたが、量産はなされなかった。2両目の試作車は、1934年の時点では、前方2つの機関銃を 37mm 砲に換装していた。40トンもの重量は、ドイツのケーバーゲンの150トン以上を例外とすれば、第一次世界大戦中に量産された戦車の中では、 最も重い車両となる。台形の車体を持ち、車体前面中央部には曲面の張り出しがあり、ここに操縦席がある。張り出し部分には操縦仕用の視察窓を備えていた。走行圧は前面 20mm、側面 15mm である。車体上面には旋回式の短砲塔を備える。砲塔は、プロトタイプは円錐台上の 1918年型は半球状の形状をしていた。砲塔には1913年型17口径 65mm 砲を備えていた。車体全周を囲むように機関銃が配置されており、車体の四隅と中央部左右及び車体後面の7箇所にフィアットレベリ M19146.5mm 重機関銃が装備された。 エンジン及び変速装置は床下に収められている。車体後部に配置されたエンジンは、フィアットアビアツヨーネ社の航空機用の水冷直列、6気筒ガソリンエンジン、A12 を転用した。プロペラシャフトを通じて、後部のエンジンから操縦席直下の変速装置に動力を伝達する。喧嘩装置は二つの車輪を持つ、リーフ式サスペンション付けボギー式を片側四組備え、 この他に最前部、後部のボギーと機動輪及び誘導輪の間に、それぞれ1個の補助天輪があった。フィアット2000は2両の試作のみで、本格量産されず、試作者の完成後ほどなく、第一次世界大戦が終了してしまったために、実戦にも参加していない。唯一の活躍は、1919年にフィアット2002両と、 ルノー FT-173 両で構成された第一突撃自動車中隊がトリポリタニアに派遣され、ミスラータ地区でのリビア反抗組織に対する政治、行動として攻撃車両による自立戦闘を行ったことである。しかし、フィアット2000はその最大時速6トルという走行速度の遅さから迅速な作戦行動に向かない、 快速な軽戦車と行動を共にできないと不評で、わずか2ヶ月で戦線から引き上げられている。その後、2両のうち1両は、トリポリの商工会議所警護のための移動統治家として用いられ、もう1両は、イタリア本国に戻され、1919年4月1日には、ローマにて、国王列席の下で障害物等派のデモンストレーションを行った。このデモンストレーションでは、 それなりの結果を示したものの、列席者の大きな興味を引くことはできず、量産発注が復活することもなかった。リビアでの運用結果から、本社は、その重装甲、重武装は、満足できるものではあるが、あまりにも重すぎ、山岳の多いイタリア本国や、南ヨーロッパ地域での運用にも不向きであろうと、結論され、これは、イタリア軍が以後機構部隊を整備するにあたって、 軽量級の戦車を重視する一員となった。イタリア本国に引き上げられた車両は、1924年以後は、第80砲兵連隊の所属とされつつ、戦車開発に関するテストに時折用いられたのみで予備兵器として保管されていたが、1934年には、軍事パレードに出場させるために再整備され、全部左右閣の機銃を40後計37。 ミリメートル半自動砲に換装してパレードに登場している。フィアット2000が最後にその存在を示したのは1936年のコンラード・マッツォーニャ弊社においてであり、当地に駐屯した第三戦車不評連隊において記念碑として展示された。試作されたのみの車両を含めるのであれば、フランスの FCM1A が本社よりわずかに重い。中隊は フィアット2002両及びルノ FT3 両で一個招体とした二つの独立戦車招体で編成された。ありがとうございます。